チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、日本政府閣議決定、従軍慰安婦不適切、教科書に反映せよ、についてです。バイク用の新しいグローブを買いました。連休中出かけたいマリナです。外交青書では、慰安婦問題は、熱く語られていました。まだも足りないですけどね。でも、1月の裁判判決で、かなり日本を本気にさせてくれた気がします。4月のもう一つの裁判判決で、原告の請求却下の判決は、時すでに遅しです。韓国内で今更ひよって見せても、遅いってことです。おかげさまで、日本国内では、また一歩前進することができました。従軍慰安婦、不適切の政府見解、教科書検定に反映。産経新聞の記事です。慰安婦問題に関して、従軍慰安婦、との表現を不適切とする政府答弁書が閣議決定されたことを受け、文部科学省は28日、今年度以降の、教科書検定で政府見解が反映されるとの考えを示した。過去の検定で合格した教科書には修正を義務付けるものではないが、同省は当該記述を掲載した教科書会社から訂正申請が出されるのではないかと話している。今回初めて政府が閣議決定の形で従軍慰安婦の表現を不適切とする姿勢を明確に打ち出したことで、近年は教科書検定のたびに、記述の妥当性が議論となっていた、従軍慰安婦問題に、一定の決着が見られた。作る会、国家基本問題研究所、歴史認識問題研究会、の皆さん、ラブリー日本でも取り上げさせていただいた、藤田文武衆議院議員、松沢茂文参議院議員もおめでとうございます。記事によれば、政府見解の効力は、過去の検定に遡って及ぶものではなく、今年度の主に2年生用を対象とした高校教科書検定から反映される。ただ、過去に政府見解が変更されるなどした際、合格済みの教科書でも各社からの訂正申請が相次いだといい、文科省は今回も同様の動きがあると見ている。ちゃんと統一するべきです。中学教科書の令和元年度検定で山川出版社版が、主に1年生用の高校教科書が対象の、2年度検定で実況出版と、清水書院の両社版が、いわゆる従軍慰安婦との、記述を掲載して合格した。検定をパスしたことについて、戦時中はなかった用語であり、不適切、などと批判が上がったが、文科省は、いわゆる従軍慰安婦との表現がある。平成5年の河野洋平官房長官談話を根拠に、記述の妥当性を指摘。談話自体は、閣議決定を受けていないものの、同等の効力があるとみなしていた。だが、初めて閣議決定で妥当性が明確に否定されたことで、方針を変更した。この、閣議決定で妥当性が明確に否定された、これが大事なことだと思います。またいつ、蒸し返されるか、国内の虫たちから反発が出るかわかりませんが、国の態度を含め、一旦落ち着いたかと思います。あとは教科用図書、検定調査審議会の正当な発展に期待します。その他のニュースでの、取り上げ状況です。28日の TBS ニュース。自民、下村政調会長、従軍慰安婦ではなく、慰安婦表記を。今回の閣議決定っていうのはですね。重いものですから、今後教科書記述をする場合にですね。この政府の閣議決定に則った記述をしてほしいというふうに思います。自民党、下村博文、政調会長。自民党の下村政調会長は、28日の会見で、閣議決定は重い。各教科書会社は記述については十分考えていただきたい、として、一部教科書で記述のある、従軍慰安婦や、いわゆる従軍慰安婦という用語ではなく、慰安婦、という用語を用いるよう求めました。
27日の読売新聞オンライン。従軍慰安婦より、慰安婦が適切、閣議決定、今後の教科書検定に反映。慰安婦の表現をめぐり、政府は27日、従軍慰安婦という用語を用いることは誤解を招く恐れがある、とする答弁書を閣議決定した。中略。答弁書では、河野談話は継承しつつ、朝日新聞が2014年、慰安婦を強制連行したとする証言を虚偽と判断し、事実関係の誤りを認めた経緯を踏まえ、従軍慰安婦という表現を誤解を招く恐れがある、と指摘。単に、慰安婦という用語を用いることが適切だ、とした。教科書検定では閣議決定など、政府の統一的な見解がある場合、それに基づいた記述をするという基準がある。文科省教科書課は、検定済みの教科書について、教科書会社が訂正申請してくることが考えられる、とした。当然といえば当然、あちら側からの反発。日本政府、従軍慰安婦より、慰安婦が適切、対して、韓国では日本軍の責任を明確に示す、日本軍慰安婦、韓国報道。4月28日、ワウコリア。日本政府は去る27日、従軍慰安婦より、慰安婦、と表現することが適切だという公式見解を採択した。読売新聞によると、日本政府は、従軍慰安婦、という用語を用いることは誤解を招く恐れがあるとして、単に、慰安婦、という用語を用いることが適切だ、という答弁書を27日、閣議決定したという。これは、日本維新の会の馬場伸幸衆院議員が、従軍慰安婦、という用語には、軍によって、強制連行されたというイメージが込められていると主張し、日本政府が、従軍慰安婦、あるいは、いわゆる従軍慰安婦、という表現を用いるのが適切でないと指摘しながら、質疑に対して答えたものだ。韓国では、軍隊について戦場に向かう、という意味の、従軍、が、被害者が自発的に慰安婦になったという、誤った認識を与えているという点を警戒して、日本軍の責任を明確に示すという次元で、日本軍慰安婦、または、軍慰安婦と、主に表記している。比較的冷静なワウコリア。ただ、韓国でどう表記しようと構いませんよ。根本的に嘘の歴史教育ですからね。韓国的にとっては、誤った認識ではないのでしょうが、事実を教える日本の教育では、あってはならないのです。むしろ、この問題を語る際に、韓国は歪曲した歴史教育を行っていて、日本の歴史認識と異なる教育を行って、反日思想を教育に盛り込んでいることを、日本の子供たちには認識してもらうというのも、正しいことかもしれません。そうそう、子供たちには、慰安婦問題が、そもそも朝日新聞という日本の新聞社による、捏造だったという事実も伝えないといけませんね。難しい問題の提起です。脳が活性化しますよ。なぜ、日本の新聞社が、日本にとって不利益となる捏造をしたのか、大いに、子供たちに疑問を持って探求をしてほしいですね。ただし、事実は、従軍した、軍属の慰安婦など、誰一人いません。これが日本政府の閣議決定ですよ。高校生くらいになったら、女性の尊厳という問題を通して、世界中に進出している韓国の YT ビジネス、いわゆる現代の慰安婦問題を学んでもらうのもいいと思います。韓国という隣国をしっかり学んでもらうこと、危険な反日思想を教育された国民が本当に友人足りえるのか、しっかり考えてもらいたいですね。そして、マスコミや無知なタレントが使う徴用工という言葉もいい加減、やめてもらいたいです。汚染水と同じですよ。自国を貶め、関係者に迷惑をかけるんです。福島、東北の漁業、農業の皆さん、端島の皆さんです。歴史の事実に立ち返るべきで、そろそろ、河野談話も、撤回するべきだろうとマリナは思っています。ファミマのゴディバフラッテは、ありつくことができたけど、ゴディバのチョコだから美味しいねっていう以上のものは、なかったかなって思うマリナです。皆さん、
いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤真理奈でした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。